将棋将棋の先鋒拒尾車相掛か,かりひねり飛車ひねり飛車は将棋の先鋒の一つ、縦取りが別名とされていた時期もあった。ひねり飛車とも書く、江戸時代末期に成立したとされる。加藤二郎によれば、古くは先鋒名を児玉屋組と呼ばれていたという。近年では飛車相掛か,かり、先鋒の一種として上席書に登場することが多い。現在知られるひねり飛車は加藤も、 著書として執筆した、将棋戦、砲台辞典によると純粋に戦後の新戦法である、縦太りをもとに、角田光雄が開発した。角田によると、終戦直後にある講演者が、お好み対局をしてくれまして、まあ、気楽な将棋だったので、思いつきでやってみたら、案外に成功したというわけです。 一歩をもって、石田流になればさせるという発想ですが、若い人にあまり接して欲しくないですな。矢倉あたりをじっくり刺してからにして欲しいですなと語り、珍しい将棋を、という思いつきで、案外に流行したとしているが、戦前期に修行時代を送った、角田も、開発者自身も、伝統的な将棋観の支配下にあり、自らの新戦法を異端的なものと見ている。 76比で、石田流に禁じする点も、その石田流自体が、当時は、異端的とされていた。長い間先方として認められず、田舎将棋と下げまれていたが、増田構造らが定石を整理して公式戦で成果を上げたため、一般に認知されるようになった。加藤ひ文によればこの先方の利点は、下記の通りである。感染記者の横田みもひねり記者の利点を挙げており、 ことも挙げている。三六飛と歩み越しでは威力に乏しいから早動くが、手損を連舞正党小説的な将棋観では発想しにくく、何よりも見かけないことが嫌われたに違いないとしており、自由なあるいは革新の雰囲気がなければ、当人が数局試しただけで終わってとても多くの追随者は獲得できなかったとしているが、多くの追随者の中で、 後術の丸太雄造による丸太流によって、先手方のみ二歩持ちの作戦が可能になった。数々の利点から一時期、将棋に先手必勝法があるとすれば、これではないかと一部に考えられたほどの確信だった。プロ騎士の人気戦法第三位になったこともある。主な指し手としては、先手が飛車で、飛車道を開けた後、相掛か,か,かりの形から歩を交換し、後手の三四歩を狙って、 二六六にいた浮飛車を三六へ寄る。この後この飛車を左翼へと転換する。三四歩を狙った手が損になるような気がするが、三四歩を守るには三三金とすることになる。つまり、相手の左金を三段目に釣り上げて悪型にするのが三六飛の第一の狙いである。またこの時に、後手の角道が止まるため、次に、先手が七六歩とした時に、後手は八六歩とつかないと、 七七角とされて、先手だけ飛車先交換の得になるとされていた。もしくは六八銀七七銀七五歩から七六、銀七七桂八五銀と後手飛車先の歩を、かすめ取る順が指されていた。以降は、八六歩ならば同歩同飛に七五歩と、後手の飛車に交換を迫る。あるいは七七桂として、次に八五歩の池取りを狙う。 後手が飛車先交換をしてこない際は先手から7五歩から97角86歩で以下86同歩同飛とぶつけて飛車交換を狙うのが第二の狙い。この時後手が飛車先交換をしない作戦は先手から86歩からの交換の方が手損にならないからである。後手陣は先手陣に比べて飛車の打ち込みに弱いため通常は飛車交換を避けるが そこから先手ひねり飛車側の作戦は、飛車を圧迫して、急行の狙いのある八六飛型、石田流の形にして、じっくりした形にする七六飛型に対別される。ひねり飛車が猛威を振るう中、小手が蒸気の局面を打破するための対策が立てられた。まず対策されたのは三四歩省略である。三四歩とつかなければ、三三金の悪型にする必要もなく、弾が薄くならない。 この時に3、4歩がなくとも3、6へ飛車を寄って、角道を開けさせないようにして、7、6歩の際に8、6歩の交換を強要する、指し方も見られていく。これは、飛車を、猫、3、3歩をネズミに例えて、猫式縦太りと呼ばれた。ただし、金を3段目に上げないので、後手の囲いも固く作ることができる。年頃からの塚田スペシャルの流行を受け、 1992年頃に、それを応用した指し方も見られた。これは一筋の端歩一六歩、一四歩型に六飛型を先にすることで、後手が六四歩などとすれば、すかさずに四歩と行く指し方で、以下同歩同広く三銀なら一五歩同歩、一四歩の仕掛けが生じる。以降後手は二四歩を打たれるのを警戒する指し方が、主流となっていった。 サイドの24歩は先手に一手損させる利点はあるものの、それよりも24歩からの仕掛けが厳しいためである。本家の塚田スペシャルは、決定的な対抗策が出てしまって廃れたが、ここに、それが受け継がれている。しかしとにかく3三金が不必要となって玉を固く、囲えることとなり、先手の勝率を抑えられていったのは確かである。 1999年に刊行された深浦孝一がこれまでの研究をまとめたこれが最前線だ。川で処方新九1999では後手が、意は高く、玉は硬くをモットーにするのが最近のひねり飛車対策で、これにより先手ひねり飛車側も簡単に勝てなくなったとしている。しかしながら、それに対して米長国夫が考案した三七銀、五七。 金型などのさらなる対策が考案されたため、依然として多く刺されたようである。それから20年後の加藤ひ文123の玉出箱2019では、近年ではプロ公式戦ではほとんど出なくなっているプロであれば基本を知っていて,て将棋になるからだとしている。ただし2019年現在でも少ないながら実践例はあり若手騎士の島本亮。 大橋隆志が独自のひねり飛車を考案している。また、角を従来の端角から79から57に転換し、持ち駒の歩を生かして9五歩から9筋の橋を絡める刺し方なども考案されて、従来とは違う刺し方も試みられている。その他、塚田康明、豊川隆弘らが創始したと思われる長久戦型もある。 ひねり飛車は通常先鉄外での作戦であるが、あと鉄害でひねるやり方もある。一つは、横歩取り模様からの場合。横歩取り線でもひねり飛車ができるのは通常は先手に、限られるが、図のように横歩を取りに来た時に三五歩とするもの。図五から一の三五歩に、二六飛ならば八六歩同歩同飛で、八七歩八四飛四八銀三四飛。 二四歩には二五歩同飛三三系二六飛二五歩など。他には1982年3月、先手、井原氏とよ和 VS 五手、田中虎彦戦での手順で、五手は二三歩を打たずに一四歩として、以下に八飛に飛車先交換後八五飛と構えて、図五から二の局面から三三系二五歩から二四歩として、ひねり飛車にしている。田中は、 その後1988年の規制戦や2007年にも用いるなど、たびたびこの作戦を復活させている。ありがとうございます。